イボタケメは、端子金門神生端子金庫の金類の一群で、ある。一般に強靭な肉質あるいは角質コルク質で、形態的には、公約状をなして枯れ木などにべったりと広がって傘や、柄を形成しないものから、樹脂状ないし産後状に分岐するもの、分岐する柄の先端にヘラ状の傘を形成して、ハボタン状をなすもの、あるいは明らかな傘と柄とに分化するものまでが含まれ、 帽子を形成する史実創卓は多くの分類群において細い針状突起の形態を取ることから一般にトゥースフングスの名があるが、シワヒナ状を呈するものや観光状をなすものもわずかに含まれている。イボタケメは1968年に e j 1コーナーによって言及されていたが、1976年にドイツの菌類学者フランツ・オバー・ウィンケラーが イボタケ科と松葉ハリタケ科を含めて正式かつ有効に発表するまで正式な分類群として扱われていなかった。もともとは、この木に属する分類群は単色化を共有しており、胞子の表面にトゲやイボを備え、また水酸化カリウムなどのアルカリ性物質によって、古実体が青色ないし暗緑色に変色する、定色反応がしばしば認められる。 DNA の延期配列の際に基づく分子系統学的研究でも、この目は腹竹目と全く別のグループを構成しており、むしろ俗に猿の腰掛けの名で称される分類群に近縁であるとされる。すべてのものが生きた樹木の細根との間で外生均根を形成し、一種の共生関係を構築する。また、イボ竹目は、 半アリ種であり、2008年現在では18属百5 0種類を含んでいる。コウタケは主に東アジアで食用、また、シシタケは食用になり、国によっては市場流通用に採取されるほか、中国では乾燥品として輸出するために商業的に採取されている。カラスタケも食用とされ、北アメリカは市販用に採取されている。高原に自生する、 関東萌え菌は中国国内の食用キノコとしては最高級品種として扱われている。いくつかの種は現代の手芸染めで羊毛染色用の染料として用いられ、北、アメリカでは匂い張り竹もどき、スカンジナビアではケロウジ、スコットランドではモミジタケなどがこの用途にしばしば使用されている。ありがとうございます。